ゴリランダー、グラスメーカーという、戦闘に出た瞬間グラスフィールドを張ることができる特性を持っており、グラススライダーや10万馬力などのグラスフィールドを生かした技を募集されてしまい、SV 内定組の中で一番ナーフされてる説ある。はい、対戦相手が見つかりました。Lさんよろしくお願いします。ということで、はいどうも VTuber のみさかれんとです。ちょっと挨拶忘れてたっていうね。というわけで今回はね、ゴリランダを使って、ランクマッチに潜っていこうと思います。相手のパーティーですが、ハバタッカミ、カイリュウ、サーフゴー、ミズロトム、イーリュウ、ガチグマってことで、まあ、サーフゴーさえケアすれば、まあ、割とゴリランダ刺さるとは思っ、あーでもあれか。まあ、カイリュウもいるから、まあ、その辺も気にしつつっていう感じなんだけど、今回はスカーフを持たせてるんでね、まあ、初手羽ばたく神に強気に行けると。で、裏どうしよっかな。EU 初手とかだったら、最もこもないんで、どうしよっかな。EU 初手だったらだいぶ破壊されそうな感じするけど、まあ、ロトム、投げて、まあ、ラスエチ、ヌメルゴンぐらいにしとくか。これでいきましょう。よろしくお願いします。はい。というわけでね、今回はスカーフのゴリランダーなんですけど、まあ、スカーフで使ってる理由が、まあ、136族まで抜けるように、スカーフゴリランダーを使っております。これ、ちょっとさすがにきついんだよな。さすがにイーユイはきつい。まあ、トンボで引かざるを得ないんだけど、まあ、これ、メガネイーユイだったら、正直負け、あるんだが、いや、メガネイーユイだけはやめてほしい。まあ、スカーフは、ないな。火炎放射、メガネっぽくないな。いや、ボディプレイ、さすがに、読まれるよな。ボディプレイ、さすがに読まれるかな。いや、サフゴいたらサフゴ安定の場面なんよな。てか、サフゴに弱すぎない？いや、でも、ボディプレイ打つしかない。いや、それならいいわ。ま、イーユイが、一番きつかったんで、ま、イーユイ倒したのはでかいかな。これ、裏、ハバカミ来るんだ。ハバカミはね、寝れたらでかい。これ、無法耐えない？メガネっぽいか。いや、これメガネだな。いや、さすがにこれはメガネなんで、ゴリランダーから入っていくと。で、裏、誰だろうな。まあ、ドラムアタックね、耐久振ってたら耐えられる可能性あるから、これウッドハンマーで倒しに行きま、スカーフか。まあでも大丈夫です。耐えるんで。オッケー。ちゃんとね、ムーンフォースも耐えるように、まあ調整しなくても耐えるんだけど、まあでもこれはね、いや、なんで、スカウフだよな、さすがに。スカウフじゃないとおかしい。136族抜き調整にしてるんで、で、これ裏海流なんだけど、もうこれウッドハンマーで自主退場していって、もうあとロトムでゴーストテラス切れば、勝ちなんで、オッケー。相手もテラス切ってないんだが、まあ、さすがにノマテラだと思うんだけどな。まあ、テラスを見ない限り、こっちも動きようがないんで、一旦、そのままの状態で鬼火巻いてって、ノマテラだったらもう、5テラ切ります。飛行テラスだったらもうそのまま行く。
アノマテラか。じゃあ次、テラス切っていいかな。鬼火入れて、もう勝ちかな。まあ、鉢巻きかどうかの判断もしておきたい。あー、微妙。ワンチャンシルクのスカーフ説あるな。まあでも、まあ火力的に、シルクのスカーフっぽいかな。鉢、いや、あー、なるほどね。止め残しか。あー、なるほどね。オッケー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 。あー、でもこれ、ぶっちゃけ、もう5テラ切れば、勝ちだと思うんだよな。5テラ切ってイカ様がするだけでさすがに勝ったと思ってはいるんだが、やっぱ5テラ、5テラロトム強いな。いや、まだ、いやでもどうなの？技構成。あ、リュウマいい。でもこれ、竜舞したらイカ様のダメージ増えるから、こっちとしてはありがたくて。めちゃくちゃありがたくて。もうこれでね、羽休めで受けれない。また竜舞したらね。イカ様のダメージ上がっちゃうからね。まあ、だいたい、神速自身、竜舞羽の技構成だと思うから、さすがにね、勝っていくと。まあね、スカーフゴリランダーだとね、まあ雑にね、対面不利でも、スカーフトンボ返りで対面操作もできるし、まあ今回はね、羽ばたく神相手スカウだったんだけど、136族抜きまでしてるんで、まあ上から叩くこともできるということで、スカーフゴリランダーを使ってみましたというわけで、次の試合に行きましょう。はい、というわけで、対戦相手が見つかりました。メープルさん、よろしくお願いします。相手のパーティーですが、ファオジアン、ジバコイル、EU フリーザー、ドヒドイで、ガブリアスってことで、どうしよっかな、これ、初手ファオジアンで来てほしいんだけど、うわぁ、どうだろうな。パオジアン、ちょっと、パオジアン、来てください、選出するわ。対戦お願いします。今回ね、グレンアルマ入れてるんだけど、まあ、次回の動画で紹介しようかなって思ってたんだけど、これ、どうしよう。グレンアルマ動画になりそう。ドヒドイでか。いや、ドヒドイできついなぁ。いや、もうこれ、分からせるわ、火力で。火力で火力で分からせます。HD のドヒドイでなら、7割ぐらい入るんじゃないかなぁ。あー、結構入らんわ。HB だな。毒ビシー。まあグレンアルマに毒入るのはちょっとめんどくさいところであるんだが、ワンチャンウドハンゴリ押しで、なんか、いける可能性あるぞ。ウドハンゴリ押しいけるかこれ。いや、交代先にもね、グラスフィールドが貼られてる状態のウッドハンマー草技。まあ、反動ダメージは割と痛いところではあるんだけど、まあ、高火力の技をね、ぶち込むってことは相手、引いてくるが、引いてきても、ガブリアス？おいおいおい。そんなん受け出しさせないから。まあ、さすがにワンパンは無理だと思うけど、確認は絶対。自分でもびっくりしてるんだけど。で、ゆり？
ジバコイル。え、えぐない?火力。え?ガチ?え、ガブ、マジで?へぇ。え、えぐすぎない?マジで。あ、急所?いや、え、ゴリランダーエグすぎるんだけど。え、いや、草テラスにしてるんだけどさ、さすがに壁持ってくとは思わなかったし、なんならゴリランダー畑落とす採用してるんだけど、その枠テラバーストにして、まあ、草以外のテラスにしようかなって思ったけど、こんなバカ火力出んの?え、普通に強すぎるんですけど、いや、こんな感じでね。ちょっとゴリランダー、スカーフで、何も考えずに上から殴るだけで強いということが、この試合で、ちょっと判明できたんじゃないかなと思います。ちょっと最後切断されちゃったんですけど、最悪ね、裏メガネのグレーンアルマいるから、まあ、ドヒドイルとかも対処はできたと思うし、正直この試合は勝ったかなと思います。いや、ちょっとゴリランダ強すぎません?というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお待ちしてます。というわけで、バイバーイ。